ジョン・キングは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の2番艦。艦名は2度の名誉勲章受賞者である水兵の、ジョン・キングにちなむ。ジョン・キングは1958年8月25日に、メインーバスのバス鉄工所で寄港する。1960年1月30日に、ポール・ J ・キルデー夫人によって命名され浸水し、 1961年2月4日に収益する。当初は DD-953 として発注されたが、1956年8月16日に DDG-953 へ監視変更され、1957年6月26日に DDG-3 へ番号が変更された。キューバのグアントナモアンでの公試み後、ジョン・キングは、 東海岸で下記の試験を行い、1961年9月7日にノーフォークに到着、通常任務に入る。新型のミサイル駆逐艦として、ジョン・キングは最新設計の船体を持ち、全アルミ製の上部構造、最新型の兵装を装備し、電子機器も最新のものを備えた。1961年11月27日に出航。 イギリスと北部ヨーロッパに向かい1962年1月1日まで巡航、その後ダブリンから地中海に向かった。地中海で第6艦隊に合流し、紛争地域における平和維持活動に従事した。4月にバージニア州ノーフォークに帰還、カリブ海でのミサイル発射試験を行う。1962年7月10日にワシントンに到着、4日間停泊し、 フレッドコース海軍長官をはじめとして、上院、会議員の訪問を受けた。追加の演習に続いて、ジョン・キングは1962年10月11日に、ノーフォーク海軍交渉に入居した。その後まもなく、キューバ危機が発生。海軍は艦艇をキューバに派遣し、ジョン・キングも直ちに修理を終えて、11月6日に封鎖に加わった。危機が鎮静化した後も、 ジョン・キングはカリブ海に留まり海軍最大かつ最新の原子力空母エンタープライズと共に演習を行った。ジョン・キングは1962年12月8日にノーホークに帰還した。ジョン・キングは1963年2月6日に2度目の地中海巡航に向けて出航する。第6艦隊との巡航で様々な港を訪れ。 1963年6月23日にドイツのキールを訪問、7月17日にノーホークに帰還した。続く12ヶ月をバージニア岬及びカリブ海での訓練及び即応演習に費やし、その中には1964年4月のキーウェストにおける対潜水艦船訓練も含まれた。1964年8月3日に 再び地中海巡航を行い、8月16日に第6艦隊に合流、正常不安なキプロス近海で活動した。ジョン・キングは年末まで地中海に留まった。ジョン・キングは1月29日にノーホークに帰還し、10月まで東海岸で活動した。10月14日に地中海に向けて出航、4ヶ月にわたって第6艦隊と活動し、 1966年3月7日にノーホークに帰還する。夏に再び地中海に向けて出港。大西洋を横断しな東炎州ストレートレースドに参加した。秋に帰港し、ノーホーク沖で活動した後1967年1月10日に第6艦隊配備に向けて出港した。その活動は地中海西部に集中し、5月11日にキロに着く。 19日にノーフォークに帰還し、ジョン・キングは6月27日にノーフォーク海軍造船所に入居、オーバーホールを受けた。ジョン・キングは1990年3月30日に退役し、1993年1月12日に除籍、1999年2月10日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。